法政と明治、うん、100組小説テスト利用の方です。まあ受験は何があるか分かんないってことですよ。じゃあ明治おで始まりました。おじいちゃんね。さあ今回はハズキです。はい、久しぶりにやってきたんですが、はい、いよいよ成績開示です、はい。はい、大学の。しかし、しかし、全くさ、ね、早慶の開示を申し込み忘れたっていうね。ああ、それ一応悲しいです。自分も。もうさ、それは一番見たいのはそこでしょうっていう。いや、そうっすよね。そこで早稲田と慶を一体何点取れてたのかっていうのね、見たかったのに会議忘れてましたっつってって言って、ルーも全く同じ状況だったから、ルーもこれが共通テストでマークミスをするやつらなんですよ。そうそう、はい、やっちゃいました、はい、忘れてたって言って、はい、あーって、まあ、そんなに、うん、まあ、低いと思います。結構、まあ、そんなに低いと思います。別にあのなんておおみたいな点数じゃないと思うんで、まあ、いやいや、それでもさ、どれぐらいの実力だったのかがさ、見たいっす。知れた、見たいっす、遅いっす。はい、まあ、見たいっす。いや、もう見れませんので。で、見れたのが法政と明治です、ね、うん、あらら、法政と明治。まあ、立教は分からないんで。あ、開示しないんだよね。そうですね。ブラックボックスだって、今日の俺の動画それだから、サブチャンネル。立教見れないから、一体何点なのかがみんな分からないっていう。はい、まあ、点数は分かるんですけど、最低点が分からない。立教のはなんか、回答が出るだけ。大学が出る。うん、でもだって4技能のやつは分かんないわけです。そうです。どういう風に配点がなったのかが分かんないから、テストの配点も別に分からない。そうだから分かんないから、みんなどうなってんだっていうので受けにくいっていうので、だからどんどん減っちゃってるから、立教の受験生で、そこなんとかした方がいいんじゃないのっていう、今日のこれ撮ってる時のサブちゃんの動画がそれなんで、はい、てかもうすぐ明日に出るからかけたいもん。そうです。もうすぐ今日編集しちゃう。やっぱり分かんないです、立教は。はい、まあ立教はね、文が受かって、はい、なんか国際経営だっけがダメだった。はい、はい、国際経営ダメで。じゃあ見ていきますか。法政、法政何学部受けたんでしたっけ、はい、経営学部の経営、市場経営ですか、ね、市場経営っていう、まあちょっと経営よりはもうちょっとだけなんか最低で低くなりやすい、うん、あ、なるほど、みたいなところをやったんですよ。はい、まあこれですね。はい、はい、科目別点数、これ、はい、国語 72.3、 100点満点、はい、世界史 47.6、 世界史何点満点？100です。100。いや、この日めっちゃ難かったです。めっちゃむずい日、記述で、うん、まあ、めっちゃむずい、今でもめっちゃむずいと思います。英語93、これ100点満点。150。なんだなんだ、つまんねえ。やっぱりな、まあ分かってはいたんだけどね。だって、まあ、もし100点満点93だったら合格してんもん、はい、そうっす。で 212.9、 まあ、一応なんか共通テスト利用の方の点数もあっ、そうだ、共通テスト利用は 258.1 と、はい、なるほど。で最低点は、最低点は見てたよかった、ちゃんとあった。いや、ありますあります。経営なんで最低点これです。まあ、223点。ああ、一番高いんです、自分が出したとこが。ああ、なんか去年は一番低かったんですけど。なるほどね、高くなっちゃったわけね。私は一番高くなって 217.6 だったら超えてたの。いや、212とかなんで、確か12なんで、まあ超えてないです、どっちにしろ。ああ、まあ世界史が低すぎですね、はい、まあ、やっぱ4割じゃ無理だ。まあ一番こう結構得意だったんですけど。得意って言ってたのに最後やられちゃったね。まあ、なんか補正の世界史に、まあ受験は何があるか分かんないってことですよ、はい、まあ一応協定の方見ときます。うん、ああ、そうね、協定のも、協定の利用が多分これですね、267。267って何点だったらもう忘れちゃったよ。258。ああ、まあ10点ぐらい、うん、足らなかったということで、はい、まあ京都も世界史低かったんでね。ああ、やっぱ世界史にやられてしまいました最後。そうですね、ダメだった。はい、まあこれが法政の現実。はい、やった時の自分の感覚とはあってか。あったんですよ、世界史やべえ、何も分かんねえみたいな、うん、感じ、うん、しか記述あったんで、まあ、うん、分かんないのは分かんないみたいな。国語はいけた？国語はまあ、国語はまあ思ったより、うん、なんか結構回答割れてたんで、あ、なんかあるじゃないですか、ネット版、うん、掲示板みたいなやつで、うん、回答割れてたんで、まあ全然いい、まあ、掲示板でしょ、何の役にも立たないそんなの、まあ、国語は全然良かったかなって、うん、英語も低い、うん、そうだね、6割やもん。英語はもうちょい取れてると思ったんですけど、うん、全然低かったです。7割、6割の5割以下じゃ無理だね。まあ、そうっす、やっぱ全部6割ぐらいにいかないと無理でしょ、はい、そうっす、7割っすよ。今年は高かったんだっけ、227とかなんで、まあ350÷220、100だけで割るのか65% 65% ぐらいですね、はい、それぐらい必要になるんで、はい、いや、世界史でこけちゃったっていう感じですね。はい、
じゃあ、はい、明治、明治ですね。明治受けたのは経営学部ですね。うん、明治の経営が英語が81点。あれこれ何点待って、150分です。150ですね。同じようにさっきだからもう6割切ってるってことですね。で国語が59、これ100点満点。100点満点です。で世界史が62。あ、62です。ただ世界史だけ調整入った後、うん、あ、調整5の点、はい、合計202点ということで、はい、あら、これは何点で合格だったの。これは合格最低点が、まあ、225点です。225。ああ、全然届いてない。全然余裕で落ちします。余裕で落ちるって。そう、まあね、届いて欲しかったですけど、なかなかこれが現実ということで、マーチの、まあ、そうですね、なんこんな余裕で落ちてるのかみたいな感じはあります。ああ、びっくり。青学届いたのに立教行ったのに、はい、びっくり。明治法政こんなダメだったんだみたいな、はい、まあでも手応え的にも立教の分が一番できたんですよ、ね。うん、まあ、次2番目に青学、うん、で、まあ、明治法政はまあトントンくらいだったんで、うん、手応え通りではあったと。まあそうですね、手応え通りではあった。そこで総計の現実を見せたかったんだけどね。ほら、こんだけ取れないんだよっていうのをね、見せたかったのに。逆に見せれたらよかった。逆にじゃね、見せれたらよかった。見せれたよ。まあ見てたからさ、やってるやつは。だから総計にはまあ届くにはかなり厳しいのはもう分かってたから、うん、はい、もう成績的に。だからマーチのどっかに届きゃいいなっていうので。まあでも全然全然いいです、入れたんです、うん、浪人しなかっただけ、うん、それでいいと思います。まあ、結局法政ね、舐めてる人多いけど、坂上もダメだったし、はい、葉月もダメだったんで、はい、全然別に変わんないですね。あんまりどこも多分どこも変わんないですよね、まあ、聞き方は。いや、わかんないですけど、まあまあまあ、マーチっていうくくりには入ってますから。自分の中では別にマーチの中では、まあ、どれもむずい、うん、むずいむずいむずい、はい。これは全然良かったと思います。青学入れただけでも、はい、御の字中の御の字です、本当に。あれだけ長時間勉強してましたから、はい。ちょっとまあ入れるの遅かったんで。そう、遅すぎだよね、遅すぎたけど、まあでもあれだけ勉強したんだから、はい、そこまで届いたわけだから良かったと思いますよ。急激な伸び、そうですね、まあ、まあ塾のおかげで、うん、武田塾の宣伝が入りました、はいはい、武田塾のおかげで、まあ自分もやってるんで、ね、講師。そうですね、講師、ね、高田馬場校でやってますけど、そうですね、はい、本当にこう伸ばそうと思えばね、伸びるんで。結局浪人したって、だ伸びる人って本当上位数割だけだから、上位数割とか伸びる人って本当数割。そうです、うん、本当に3割ぐらいって言われてたりするで、3割ぐらいは変わんない で残りの3割は下がるの。ああ、まあ、そうです、そうそう、つまり6割ぐらいの人たちって同じか下がる、厳しいです。 それが現実だから、はい、それぐらいだから時間があればいいってもんじゃないんで、人は時間を無駄にしちゃいますんで。まあ確かに、はい、遊んじゃったり、そうそうそう、遊んじゃったりもそうだし、時間はあればあるだけ切羽詰まんないとやらない人が多くて、だけど、はい、ここの今からね、この新学期始まって1学期で今やって力つけとくんだみたいに言って、結局間に合わない、全然力つかなくてっていうのは、それが現実で、それが大半であるっていうのがあるわけです。だからこれを見てね、頑張んなきゃと思って、そうですね、はい、できれば、はい、現役の道に向かってほしい。そうそうそう、早ければ早いほど、今見てる浪人生たちがどう思ってか知らんけどできれば現役のうちに、はい、そういうことなんですよ。なのでぜひとも、はい、友達にも浪人生しているんですけど、うん、まあそうだね、まあ、ちょっとすみません、自分は遊んじゃって、うん、出ちゃってるじゃないですか、うん、今ね、今遊びに遊んでますよ、遊びに遊んで、遊び盛りですよ本当に。で、うん、友達は勉強してるんで、うん、なるほどね、大変そうだなみたいなのはあります、うんうんうん、はい、ということで、あ、あ、びっくりした、あ、出まして、はい、という感じで、はい、よかった。まあこれが現実ってことですよ。なかなか総計に行けるってすごいことなんですよ。マリモがいますけど、そこに、あ、こんなチャランポランの、そう、チャランポランで総計行って大企業に就職したりできるわけですよ、はい、遊び放けてるのに。会社員、そう、会社員ですよ。こんな社会人になってツインテールして髪の毛染めて、それやばいっていうですね、はい、という感じで。何歳なの。何歳、19でしょ。まだ18か、まだ18か、まだ18か。大学受験ってことですか。受験終わって、もう今青学入ったんで。うわー、ぽいぽいぽいって言われたよ。青学っぽいって言われてる、まあ、よかったです。よかったですか。もう一応褒め言葉、褒め言葉ね。宗家にはいない。いないって言われちゃった。いや、宗家にいてほしかったんだけどね、頑張って、はい、という感じで。なんで、まあこれを見た人はもうすぐに勉強しなきゃと思ってやってください。はい、はい、ありがとうございました。テキボッチン、ボッチンです。